イギリス出身の男性フィギュアスケート選手。パートナーはペニー・クームズ。弟のジョセフ・バックランドもフィギュアスケート選手。2010年バンクーバーオリンピック。2014年ソチオリンピックイギリス代表。2014年欧州選手権3位。1989年イギリスのティンガム生まれ。6歳でスケートを始める。バックランド家は スケート一家で祖父のブライアングルミットはスピードスケートのイギリスチャンピオン。祖母は小スケーター。弟のジョセフもアイスダンスイギリス代表でジュニアグランプリシリーズに出場している。2006から2007シーズンのイギリス選手権でジュニアクラス2位となり、翌2007から2008シーズンにジュニアグランプリシリーズに出場。2009から2010シーズンにはゴールデンスピンで3位。 また、イギリス選手権で2位となり、欧州選手権、バンクーバーオリンピック出場。2010から2011シーズンには、ニースハイで3位。またグランプリシリーズデビューも果たす。2011から2012シーズンには、 中国杯で過去最高の4位に入った。イギリス選手権では初優勝を果たし、地元イギリス開催の欧州選手権では SD で4位となり最終グループ入りを果たす。FD は最終滑走で大歓声を受け、前年の14位から大きくジャンプアップし6位入賞を果たした。2012から2013シーズン欧州選手権では前年より順位を上げ5位入賞。 世界選手権では SD10 位発進だったが体調不良の影響で FD ではダンススピンでミスがあり13位に順位を下げた。7月には手術で胸部に植え込み型ループレコーダーを取り付けた。2013から2014シーズンオンドレーネペラトルフィーで優勝。その後心臓にある余計な神経経路を取り除くための手術を行った。エリック・ボン・パールハイには 予定通り出場しのないだった。欧州選手権では SD3 位、FD3 位となり ISU 主催の国際大会で初めてのメダルを獲得した。2014から2015シーズン、ロステレコム杯でグランプリシリーズで初めてのメダルを獲得。2戦目の NHK 杯で2位以内であれば初のグランプリファイナル進出が決まったが、 FD のダイアゴナルステップシークエンスで点灯し5位に終わった。欧州選手権は SD の後に事前に危険を発表していた弟のジョセフと同様の胃腸炎に罹患し、競技を棄権した。世界選手権はクームズの病気のために欠場を発表した。シーズン終了後、コーチをイーゴリシュピリバンドに変更した。ありがとうございます。